壁がアースガルズだ。待って、今行くよ。おっと、機嫌悪そう。綺麗だな。冬も来てないし。とにかく壁に向かおう。敵と戦わせたいの。ないくらいバカなことしたかも。でもこれで父上が救えるなら。オーディンに何て言おう。あ、どうも。あなたの弟子にしてくれます？でもそのあなたに使えるとかそういう意味じゃありません。予言ではそう描かれてましたけど。やっぱ、うん、だやっぱ
壁の向こうは安全だよね。待った、どうやって壁を越えよう。クリムスルの話には出てこなかったし、壁の弱点を知ってるのはフレイヤだけのはず。聞いとけばよかった。そうだ、なんでフレイヤがあの家に引っ越してきたってこと。まあいいや、集中しなきゃ。父上なら刃で焼いちゃうんだろうな。でも僕じゃ。おう、君の刻印が使えるかもな。ブロックなんて言ってたっけ。なんとか茨に炎を広げられないかな。ここは登れない。茨を通り抜けるしかなさそう。青か。うん、炎が狙える場所ないかも。やったね。
待った。あれって人の声だよね。どうした？お前、迷子か？ああ、場所を確認してただけ。こっちには、でっかい壁しかないぞ。どこかに門はないの？ないよ。お前がアース親族なら話は別だろうけど。僕、いや出身はミズガルズ。え、一緒か。オイラはスキョルド。ロキだ。待った、みんなミズガルズから来たの？そう、主神が後輩から救ってくれてさ、住む場所までくれたけど中には入れない。魔法でなきゃ町には入れないのさ。まさかお前魔法使えんのか？まあ少しはね。んじゃ壁も通り抜けられんのか？それは無理。うん、登っていけば入れない。あれを素手で？無理無理、死んじまうぞ。ああだよね、すっごく高いし。でもオーディンが待ってるんだ。待った、主神の知り合いか？彼の弟子みたいなもの。おったまげだぜ。何を教わんだ？わからない。弟子は何人いんだ？さあね、いつまでいんだ？わかんねえのか。それじゃ壁登ってくる。そうか、そりゃ見物だ。手伝うか？ありがたいけど、でも一人で行くよ。別に一緒に登るつもりはねえよ。主神は命の恩人だが、命を差し出すつもりはねえ。別にお前が落ちるとは言ってねえけどな。ありゃフギンか？お前の案内役？誰？オーディンのカラスさ。ほら、フギンとムニンだよ。いい案内役だ。でも壁登りに関しては素人だろうな。んで、どうすんだ？一歩ずつ登るしかないね。足じゃなく手を使って。そんじゃロキ、お前はいいやつそうだし、死なないよう祈ってるよ。ありがとう、頑張るよ。絶対に下見たりすんなよ。下見たって平気だよ。どれだけ進んだかわかるだろう。おお、いい度胸だな。今のがお前の最後の言葉になんねえといいけど。何？いや、なんも。その調子だ。合うか。お前ならできる。だといいな。ありがとう。テュールの神殿か。うわ、道理でここに来られないわけだ。これくらい楽勝だよね。大丈夫、とにかく登るぞ。次はどこ？ねえフギン、暇つぶしに何か面白い話してよね。だよね、そう言うと思ってたよ。
ファイト。行くってば。あの鎖を下ろそう。なんで君の声は聞こえないのかな。オーディンには聞こえるんだろ。うちに来たのは君だよね。君と君の兄弟かな。今のははい。深呼吸して行くぞ。やった。ここまで来ればもう平気じゃないか。ねえ、通してくれないかな。ダメ？仕方ない。使うか。
はいはい、上ね、わかった。飛べないなりに努力してるんだよ。はあ、近道はなさそうだな。あと少し登れば着く。少しじゃないかもしれないけど、でもここまで来たんだ。ねえフギン、お話ししてあげるよ。ある日、ロキという巨人がオーディンに招かれてアースガルズに行くことになりました。そしてロキはオーディンに試され、フリムスルの壁をたった一人で登らされたのです。そこでロキは登り続けたのです。脇目も振らず登りました。腕が痛くて指から血が出て息苦しくなっても、ロキは登りました。一歩ずつ確実に登ったのです。頂上を目指して。とにかく登る。いいぞ、その調子。ほら、止まっちゃダメ。うわっ、脅かすなよ。よし、僕なら絶対できるはずだ。あともう少し。この巨大な壁を見てなお来訪者が歓迎されると、まさか本気で思っていたのか。招かれたんだよ、オーディンに。主神にだと。そうか、ならばなぜそこに朝がっている。オーディンに聞いてみたら、なるほど。
つまりアース神族の王である終身オーディンが貴様のようなゲーセンに用がある。あんたには関係ない。身のほど知らずめ。ねえ、引っ張り上げてくれない？それは無理な頼みだ。むしろ落としてやる。待って、早まらないで。ああ、それがいい。じゃあ待ってくれ。勝手に客を殺したって知られたら主審が激怒するだろう。僕は予定のロキだ。ヨトゥン、我らの敵の。僕は敵じゃない。それは俺様が決める。それ、ギャラルホルン、君ヘイムダル？いかにも。